新型コロナウイルスの感染状況です福岡県が今日発表した一週間の定点把握の感染者数は2997人で前の週より129人増えました福岡県によりますと今月21日から27日までに県内198の医療機関から報告された新型コロナの感染者は2997人で 前の週より百二十九人増え、一点零四倍となりました。一医療機関あたりでは、十五点一四人となっています。県の担当者は、お盆で人の流れが活発になった影響が。今後、現れてくる可能性があるとしています。一方、佐賀県では、三十九の医療機関から。八百二十一人の感染報告があり。前の週より百二十九人減りました。 一医療機関あたりでは、二十一点零五人となっています。